ファシネーターは、モトローラ社のデジタル音声通信が可能な、無線機用に開発されたヒワモジュールである。1980年代のモトローラ社のデジタル無線機は、暗号強度が弱い、データエンクリプションスタンダード方式のヒワモジュールが使われており、この代替として1980年代今つに開発された。ファシネーターモジュールは、手方式のモジュールと差し替え可能で、 ファシネーターモジュールを組み込んだ無線機はアメリカ政府の機密情報の送受信用に用いることができた。アメリカ国家安全保障局はアメリカ政府関係と軍事用の情報の保護のため機密情報のレベルに応じた暗号化装置やモジュール、部品の要求仕様を決めており国家安全保障上の機密情報を扱うことができる製品をタイプ1プロダクトと呼んでいる。 ファシネーターはそのような仕様に適合するよう開発された音声暗号化のためのモジュールである。ファシネーターが開発された1980年代末のモトローラ社の通信部門は30億ドル以上の売り上げがあり、この当時アメリカ政府やアメリカの公共機関向けの携帯型無線機など多くの通信機器の製造と販売を行っていた。 これらの無線機のための音声暗号化モジュールも独自に開発しており、1976年に連邦情報処理標準として採用されたデ方式のモジュールを含む複数のものが作られた。しかし、デ方式は56ビットの鍵帳しかないなど暗号強度が低く、NSA はこれらをタイプ1プロダクトと認めていなかった。軍用のフィルデバイス KYK-13。 ファシネーターへの暗号鍵の設定に使われた。モトローラは1989年頃にセーバーと呼ばれるデジタル方式の携帯無線機を開発した。これは当初米軍向けに開発されたものだったが、手方式のモジュールのみでは軍事用の機密情報のやり取りには利用できないため、同じ頃に NSA の基準に従う音声暗号化モジュールであるファシネーターも開発されることになった。 手方式のモジュールとファシネーターモジュールは直接差し替え可能だが暗号化方式が異なるためそれぞれのモジュール間に互換性はない。また暗号鍵を音声暗号化モジュールに設定する装置である。フィルデバイスにはモトローラ独自の装置である KVL ではなく米軍の暗号化装置用に使われていた KYK-13 が用いられた。 ファシネーターモジュールは NSA から提供された暗号鍵を用いた場合にのみタイプ1と認められ、それ以外の暗号鍵の使用は禁止されていた。当時の暗号鍵は紙テープの形で提供され、紙テープ読み取り装置であるコイ -18 を経由して KYK-13 フィルデバイスに一旦格納し KYK-13 と 無線機との間を専用のインターフェースボックスで接続してロードを行った。暗号鍵の標準使用期間は1週間で週ごとに暗号鍵の入れ替えを行う必要があった。音声は適用デルタ変調の一種である CVSD により 12KBPS のデジタル信号に変換した後に暗号化された。暗号化には軍用の暗号化装置 KY-57。 KY-58 などのビンソンファミリーで使用されるサビルアルゴリズムが使用されていたと言われる。しかし、音声不合化時のビットレートが異なるなど、ファシネーターとビンソンファミリーとの相互運用性はない。ファシネーターと相互運用性がある案、PRC-152 の外観。モトローラのセーバーシリーズと同程度の外観と大きさである。ファシネーターヒワモジュールは、 モトローラの携帯無線機であるセイバー、スペクトラ、MCX100、MX300、m MX x 3 0 s PX300S、シンター X9000、シンター X9000E や、ブリーフケース型の過半式無線中継機ポータブル、リピーターで使うことができる。また、米軍で多く使われている、軍用無線機案、PRC-117F や、携帯型の案、 PRC-148J, アン、PRC-150 にも、ヒワモジュールは異なるがファシネーターと同じ暗号化方式をサポートしそうご運用性がある。対応機種の一つである、セーバーシリーズを例に挙げると、機能と外観の異なる多くのモデルがあり、すべてのモデルでファシネーターモジュールが使えるわけではない。セーバーには、 ヒワモジュール対応機種と非対応機種とが存在し、使えるのはヒワモジュール対応機種のみである。両者の外観はほとんど変わらないが、対応機種は非対応機種と比べるとヒワモジュール分だけわずかに高さが異なる。またファシネーターモジュールの性格上、アメリカ国内向けの認可されたモデルのみでしか使用できない。セーバーシリーズで使用可能なヒワモジュールは、 ファシネーターモジュールやデモジュール、モトローラ独自の暗号化方式を用いるものなど、複数あり、すべて同じサイズである。モジュール下部には2列に並んだ、接続用の20本のピンがあり無線機のメイン基板に差し込めるようになっている。セーバーシリーズ用ファシネーターのモジュール名は NT、NTN7298 である。ありがとうございます。